おはようございます。2014年10月20日月曜日6時5分になりました。ちょっと声が変な感じになりましたけども、月曜日ということで今日からまた新たな1週間がスタートしますが、もう10月も後半ですよね。というかあと10日ほどしかないんですけど、早いですね。さて今日はですね、ちょっと日経 IT プロから見ていきたいと思います。ちょっとねこれはニュースというよりもコラムですけれどもに近い話ですが、デジタルビジネスの波は確実に来る。 IT 戦略からデジタル戦略への変革急げ。何のこっちゃいなみたいなタイトルですけど、デジタルビジネスとか言って、まあこれあのガートナーなんかが言ってるキーワードではあるんですけども、その IT からデジタルへみたいな何の話やねんっていうねなんか今更なんか何をデジタルも IT も一緒やろみたいな話ですけども、まあ要はあのこれ何を言いたいのかっていうことなんですけども、まあこれはね、私はもうずっと昔からこう感じてるところで、なんていうんですかね、今までその企業、今までというか今でも多くの企業とかでもその IT 担当者とか IT 部門とかそういうのを抱えてたりとかしますよね。その要は企業の中にいろんなコンピューターとかインターネットとかいっぱい取り入れてるのはいいんですけども、そのまあ要はよくわからないから担当者がいて、その IT 部門とかIT の担当者とかがいて、そこがこう管理をしてたりね、なんかトラブった時にそこが対応するとか、その、まあ、小さいところでもホームページの担当者とかいますよね。で、ある程度の規模になると、IT 部門とか情報管理室とか言われるようなね、部門があったりするんですけども、ただ得てしてですね、そもそもの目的というか、その IT 部門とか IT 担当とか言われるところっていうのは、システム導入されたシステムの運用とか保守とかですね、要はトラブルが起きた時になんかネットがつながらないとか、パソコンの調子がおかしいとかといった時の対応する部署だったり担当者だったりすることが多いわけです。で、ところがですね、ここにあるようにそのデジタルビジネスっていうふうに書いてますけども、要はそのメンテナンス保守とかそんな話ではなく、もう完全に今ってその経営の一環としての IT の方の意味合いがすごく強くなってきてるわけですよね。で、そこに対してじゃあ IT 部門 IT 担当者が対応できるのかって言ったら、いやーそりゃ難しいでしょうっていう話ですね。要は例えばマーケティングだとか経営に関するそのビジネスに関するその経験とか、その知識だとかノウハウだとかそういうものをそのコンピューターエンジニアに求めるんですかっていう話ですよ。で、そこら辺が日本って今、まあ他のところでもそうなのかもしれないですけども、その辺がごっちゃになってる感があるんですね。で、それによって全然その、実はその活用の仕方がうまくいかないということが多くなってる。で、分かりやすいので言うと、まあ私がね、そのホームページの集客のウェブサイトとかでいろいろ書いたりしてるのはだいたいそういう話になるんですけども、要はホームページを作る技術だとか、そのやれ、ブログだのメールマガジンのシステム配信の仕組みだの、それからワードプレスがああのこうのとかね、そのバックアップしてどうこうとか、場合によってはその動画の配信をしたり、音声を使ったり、そういうなのっていろんなテクノロジー技術 IT の技術とかを使うわけですけれども、そこは確かに
技術的なそのコンピューターのエンジニアというかそういうスキルが必要にはなるんですけども、だからといってじゃあホームページの、 その集客をするためのホームページ、ビジネスに使うためのホームページになってるのかって言ったら、それはまた別の話ですよね。そこにはその会社の経営のやり方、どういうふうにどんなお客さんに対して何を売るのかとか、ホームページっていうのは問い合わせのところをホームページにやらせるのか、それとも販売のところまで考えるのか、来店者を呼び込むために使うのか、そのあたりはですね、これって経営の判断ですよね。だからそこをですね、IT の担当者にやらしてしまうと、当然おかしなことになっちゃうわけですよ。その部分をしっかりと、経営者とですねしっかり話をして、で経営者が判断して何をどうするのかということまでこうちゃんと掴んでいかないとですね、もうそれは利用してるとは言えないわけですよね。だからそのあたりのこう区別というか、 あくまでも道具の使い方を知っているのはIT の担当者であり IT のその部署なんですけれども、ただ現場のビジネスにあって、ビジネスにどういうふうに使うのかで、企業のその経営の中でどういうふうに IT の技術というか IT を活用するのかっていうのは、それは経営の話であって、その辺がですねごっちゃになると、うまく活用できないままに終わっていってしまう。なんかこの辺りがね、なかなかうまくこう捉えきれてないというか、まあ説明する側もうまくこう説明できてないっていうのも、まあまあシステムを売りたいっていうところの業者からすればですね、当然このシステムを入れてこんな事例があります、あんな事例がありますっていうのが出るから、なんかあたかもそれを導入すればこうなんかうちの会社もすごくなれそうな感じがするんですけども、実はそうではないというね、あくまでもそれは道具なんであって、まあ言ったらね、変な言い方かもしれないですけども、タクシーの会社をやるのに、じゃあ運転手と車がいっぱいあればそれだけで、タクシー会社として、儲かるのかって言ったら、そんなこと全然ないですよね。あくまでもそれは運転手と、そのタクシー車がある、そういう、まあ、ツールがあってリソースがあるだけであって、それをいかにうまく運用していくか、じゃあそのタクシー会社をどういうふうに宣伝するのか、他とどんなふうに違いを出していくのか、何に特化していくのかっていうふうに考えるのは経営者の仕事ですよね。ただ単に、頑張れ頑張れって言ってたって、それじゃあ全然うまくいかない。だから同じようにそういうその IT っていうのは道具であって、道具を使える人はいても、じゃあそれをどう使うのかっていうのは経営の判断だというところをですね、うまくこう区別しないと、これからますますですねそういうところに企業の差が出てくるんじゃないかなというふうな気がします。さて、そんなところでもう6時14分になりました。今日は月曜日ですね。今日からまた新たな1週間始まりますし、もう20日なんで、ね、10月も残りとか、だんだん年の瀬が迫ってきますけれども、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。